さんこんばんは、デザインとりかけらのけいすけです。本日も YouTube 動画をご覧いただきまして本当にありがとうございます。本日もプレゼント企画やっていきますが、本日はタンザナイトを30名の方にプレゼントしたいななんていうふうに思います。はい、この動画の中でキーワードをゲリラで一つ発表します。そちらのキーワードがプレゼント応募に必要になってくるキーワードになります。そちらのキーワードゲットしていただいたら、この動画の下のですね、説明欄概要欄にプレゼント応募はこちらっていうサイトを貼ってあるので、そちらクリックしていただければプレゼント応募のやり方すべて書いてあるので、ぜひキーワードを入力してプレゼント応募してみてくださいって感じなんですが、はい、本日はですね、皆さんこれはね、もうね、超幸せな映像になっておりますので、皆さん楽しみましょう。はい、めちゃめちゃ高い石、30万円するタンザナイトを皆さんと一緒に見ていきましょう。はい、30万円します、これ。6.2 キャラット、縦 13.2 ミリ、横 9.2 ミリサイズって感じのタンザなんですが、めちゃめちゃ綺麗じゃないですか。もうカラーの強さはもうトップって言ってもおかしくないくらいめっちゃ綺麗な、ただ若干シミついてる。はい、めっちゃ綺麗ですね。はい、もうね、撮ってる本人、僕が一番テンション上がっちゃうっていうねそういう動画になっています、本当にまあでも僕じゃなくて皆さんも好きなんじゃないでしょうか、一緒に楽しめるんじゃないでしょうか、皆さんも。はい、僕はね、こういう動画撮るときはめちゃくちゃ好きなんですけど、まあやっぱり綺麗なものを見るっていうのはやっぱりいいですよね。はい、本当にはい、ごめんなさい。ただですね、ほんと綺麗ですね。これ何回綺麗言うんだって、何回本当に綺麗っていう言葉言うんだってぐらい本当に綺麗ですね。そして皆さん、もう一個あるんですよ、これ。こっちもね、ちょっと一回オーバルさんさよならってことで、こっちのねタンザもめちゃくちゃ綺麗なんで、皆さんほら、しかもこれ見ててください皆さん、この角度ももちろんなんですが、このここの角度めちゃくちゃ綺麗じゃないですか。これ皆さん、ちょっとライトね、ライトも見えちゃう感じですけど、こんな感じで綺麗ですよね。この角度、このカットになるとね、またちょっと魅力が変わりますよね。こっちはもうなんかスッとスッとしてますみたいなね、透明度高いです。透明度楽しんでください。カラーも綺麗ですっていうようなタンザですね。これも素晴らしい。 8.68 キャラット、こっちの方が大きいですね。縦 13.6mm、 横 11mm、 これも30万のタンザです。まあ高いですけど納得がいく高さですよね、本当に。このタンザに関してはそのぐらいするよね、それでもおかしくないよねってぐらいのタンザだけど、めちゃくちゃ綺麗です、本当に。うん、やっぱりね、こういう動画もいいですね、本当に。こういう動画をメインで撮っていきたいぐらいめっちゃ好きですね、こういうの。またね、皆さん綺麗なタンザとか他の宝石ゲットした時、こういう感じの映像で見せていきたいななんていうふうに思いますが、ちょっと最後にじゃあ接近して見ていきましょうか。はいはい、もうね、接近するともうね、画面いっぱいになりすぎてよくわかんないって感じなんですけど、めちゃくちゃ綺麗ですね、いいですね、ほんとね。はい、まあこの角度ももちろん、いやー、中の感じもすごい綺麗ですね。はい、まあね、テンションが上がりきってますが本当にね、僕がただただ宝石を見て楽しむその映像を見ていただいているって感じになって申し訳ないんですけど、まあでも皆さんもきっと共有できるんじゃないでしょうか。これはめっちゃ綺麗ですね。オーバルカットもちょっと行ってみましょうか。オーバルカットきっと接近するとすごいと思います、これ。輝きがやっぱり、オーバルはちょっとこんぐらいの角度にして、ほら、ちょっとピントがもう輝き強すぎて合わないかな。ちょっと待ってください、これどうだ、ほら皆さんどうですか、これめちゃくちゃ綺麗ですね、本当に。ここまで色が深いとやっぱり素晴らしいですね。はい、やっとピントがあった。うん、はい、オーバルカットと、ね、四角のカット、どちらもねいい魅力がありますけど、まあこれはねお好きな方っていう感じですよね。はい、
一応商品ページの方掲載しております、掲載させてもらいますので、気になった方はぜひ手に取ってもらいたいですが、高いのでよく考えてね、ぜひ。ただ本当にいいですね、こういう石は。はい、こういう断材やっぱりいいです。はい、本日はちょっとこんな感じでちょっとグダグダな動画になってしまいましたが、楽しいタンザナイトをお見せしてきました。はい、そしたらですね、この後デザインテレカケラの数にバトンタッチして、プレゼント応募のキーワードを言っていただいて、進めていきたいと思います。はい、じゃあここから数にバトンタッチします。本日も本当にありがとうございました。さよなら。はい、皆さんこんばんは、デザインアトリエかけらのカズです。本日はですね、仕入れたての宝石、とっておきのね一石ご紹介をねしたいなーなんていうふうに思うんですが、今日は今画面に映っているこちらの宝石、仕入れをしてみました。はい、とにかくね輝きとカラーにね目を奪われて、私もね仕入れをしてしまったんですが、本当に輝きが綺麗で上品なね輝きを見せてくれる、そんなね宝石なのかなって思うんですけど、皆さんこの宝石何の宝石だと思われますかね。はい、輝きもしっかりね強い輝きを見せてくれますし、輝き方がすごく上品な宝石ですね。はい、実はねこちらの宝石サファイアになります。はい、今日サファイアね仕入れちゃいました。カラーがグリーンからブルーをね感じる素敵なカラーの、サファイア今日はねゲットしましたので動画撮らせていただいております。はい、サファイアというと、天然コランダムっていうね鉱物名になってきますが、赤いコランダム、レッドカラーのコランダムはルビー、そしてそれ以外のカラーのコランダムはサファイアとしてね、有名ですけれども、今日はカラーがねすごく素敵な、サファイアご紹介をさせていただいております。でとサファイアはですね、本当にいろんなカラーバリエーション、いろんなね、カラーバリエーションがある宝石ですが、今回はブルーからねグリーンを感じる素敵なカラーのサファイアご紹介をさせていただいております。サファイアいろんなカラーがあるなんていうねお話を今させていただいたんですが、本当にいろんなカラーがあって、まあ、皆さんがね一般的にご存知な、まあ、ブルーカラーのサファイアが存在したりとか、ピンクカラーのサファイアがいたりとか、あとはね、イエローカラー、オレンジカラー、本当にねいろんなカラーのサファイアが、世の中にね存在しますが、今日はブルーからね少しグリーンも感じる、そんな素敵なカラーのねサファイアご紹介をさせていただければと思います。輝き方がね上品ですよね、本当に上品で、私もね好きな宝石の一つになるんですが、純粋に私もね綺麗だなって思った、そんなねサファイアを今日は、ご紹介させていただいております。はい、で今回ですね、まあ、仕入れの方をしたんですが、30ピースだけ、仕入れの方をしてみました。はい、で今回はそのね仕入れたての30ピースの美しいサファイアを皆さんにね、ご紹介からまた販売の方までね今日はさせていただければなーなんていうふうに思います。どの子もオーバルカット、はい、どの子もねオーバルカット、楕円形のカットのサファイアになりますが、今回、30ピース限定で皆さんにご紹介をさせていただければと思います。はい、ちょっとさっきもやったんですが、ライトをねちょっと暗くしてみて、別の角度から違うライトでねライト当てると神秘的なね輝き、上品な美しい輝きを楽しむことができるんですが、まあ、宝石ねこう明るくしてももちろん綺麗ですし、暗い部屋とかでねこうやってライトをいろんな角度から当ててあげると、あとこれもねちょっと違ったね魅力を感じることができます。はい、いろんな表情をね持ったサファイアですが、まあ、このカラーのねサファイアっていうとクールさをね感じる魅力だったりとか、まあ、クールさ、かっこよさ、そしてでもねクールさの中にもやっぱりね上品さ、サファイアの輝きの上品さっていうのも感じられるので、クールさそして上品さをね、感じられる、そんな素敵なサファイアになっています。はい、
で今回ご紹介するサファイアですが、サイズの方がですね一番小さい子で約縦が 5.8 ミリ、横が 4.5 ミリサイズのサファイアになってきます。輝きをねぜひ楽しんでもらいたいです。どの子も本当にねしっかり輝きを感じられてすごくね素敵なサファイアになってます。ぜひ、気になる方ですね、この動画の説明欄の方に、ショップページの記載とそして、商品ページ公開時間の記載がございますので、ぜひですねショップページ、公開されるの、商品ページね公開されるの、楽しみにしていただければと思います。はい、今日もですね、プレゼント応募、プレゼント企画、やっていきますが、私の方でね今から、プレゼント応募に必要なキーワードの方をね、お伝えさせていただきますので、そちらね、しっかりとメモをしてください。それではですね今日の、キーワードはですねこちらにしましょうかね。ちょっとサファイアさんと言ってください。今日のキーワードはそうしましたらカタカナでコランダム、カタカナでコランダムにしましょうか。はい、今日の、プレゼント企画に必要な、キーワードはコランダムになります。はい、こちらですねプレゼント応募につきましてはこの動画の説明欄の方に、プレゼント応募はこちらというところね URL クリックしていただくと、応募方法のね詳細書いてありますのでぜひそちらしっかりと読んでいただいて今お伝えさせていただいたキーワードをご記入の上ご応募いただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。今日は、輝きがねすごく素敵だったのでその素敵な輝きをねより、皆さんに楽しんでいただきたいななんていうところで、鏡の上で撮影をさせていただきました。また今日は仕入れたてのね宝石一石にねスポットを当てて、お話の方をさせていただきました。ぜひこの美しいカラー美しい輝きのサファイア、この魅力にね皆さん触れていただけたら嬉しいです。はい、ということでぜひね気になる方ショップページ覗いていただけたら嬉しいです。皆さんそうしましたら、今日もですね配信の方をご視聴いただき本当にありがとうございました。それでは皆さんありがとうございました。さようなら、ありがとうございました。